確かに確かに食べてるの見たことないかも。パイナップル、パイナップルはちょっと見たことないな。角刈りパインっていう、うん、私のキャラクターがいて、それでパイナップル。パイナップルどれ？なくない？こっち、あ、これです。あ、本当だ。確かに。パイン、パインだけになっちゃった。パインと何？パインとサングラス。サングラス？で、角刈りパインさんです。サングラスってどこ？あるかな。サングラスあるある、あるサングラスはあるよ。え、サングラスはありますっけ。メガネ、あれサングラスないっけ。なんかええ え, え, えあったっけ。あったか、あ、これだ、メガネあった、それだな。じゃあ私も絵文字だけにしよう。そうよ、カエルとリンゴと星。星でさか、あ、星はあるんだね。うん、こんばんは。こんばんは。何その笑顔な。何その、その笑顔は何。何ですか。作らないで作らないで笑顔を。作ってないですよ。いつも笑顔じゃないですか私は。確かにね。笑顔、笑顔ですね。変なとこで笑っちゃう。そう、今日も笑っちゃった。あのポストしよう、スマホ取ってきます。お、募集中って、ね、スマホどうも。初めてサイカリンさんのルームにお邪魔する私。確かに、私のお菓子。お、私もお邪魔しません。私のお菓子はラムネと、ラムネと、あ、待って、これもある、いっぱいあった。私のは、テオンコ。え、なんかいっぱいいっぱいあります。待って。なんかさ、お菓子紹介みたいになってる。欲しいもん、ね、これはお揃い。お揃い。お揃いです。欲しいもハマってるんだね。いや、本当にハマって。これ、東京来て、2袋目。ね、今日、もうくれ。くれました。そう、サカリンさんがちょっと違う、私は今日は魂を失ってた。違う違うよ、ご飯を食べずに、なんか食べない方が集中できるっていうのをちょっと聞いて、うん、じゃあ私も食べずに今日はやってみようって思って、朝何も食べずに行ったらちょっと魂が抜けちゃったんですよ、うん、抜けてます。だから人それぞれですからね。それぞれ、はい、と絶対わからないですよそれ。うん、わかるの人だったらわかるかな。わ、私もツイートできたらよかったのに。そっか、携帯でしてるから。はい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 。そう、今日は一緒に配信、うん、初めて、初めて。え、私さ、うん、後輩のメンバーと配信するの初めてかもしれん。え、いや、私もです。先輩と配信するの初めて。どういうどういうあれ、うん、なんか言ってますよ。あ、ひーちゃん、あれ、あ、 2.5 期は初めて。そういうこと、後輩とやってるじゃないですか。そういうこと。私は初めてなのにさやかりんさんは初めてじゃないみたいです。おかしいな、ひどい。そうそう、あの 2.5 期とはね、え、いつしたんですか、ひーちゃんと。いつしたっけ、なんかホテルの部屋だった、うん、何の時だ。私もしみさらさんとやってました。あれあれおかしいな、あれ二人とも、二人ともすごい、もうなかったことにしよう。これはもうないことにしましょう、お互いの。食べたらさ、うん、楽しいですよね。しばらくさ、かまんといけんけん喋れんよね。なんか硬いから、あ、そうだ、似てるって。え、やっぱ姉妹役してるから。そうよ。
お姉ちゃんだもん。そうよ、今お姉ちゃんなんですよ今日もね。そう今日もお姉ちゃんだったよね。私ずっとお姉ちゃんって言ってますもん。いろんなお姉ちゃんをね、お姉ちゃんチューニングしてます私いつも。お姉ちゃん、お姉ちゃん、そう、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん。今日はあれだった、いろんなお姉ちゃん投資でしたね。そう、最終稽古の最後の投資。そう、最終稽古だよ。早いですね。早すぎる、うん、大丈夫かな。でもよかったですよ本当に本当にどこら辺がよかった。え、どこら辺が、うん、なんかプーでした。プー、うん、うん、私セタイさんじゃなかったです、後半とか。でもたまに、うん、こんなにながらセリフしました違うって、それは違うよ、それはね、それは分かって違うから違うから、それは違うからさかりさんが私にセリフをかけてくれるシーンがあって、うん、パッて見たらこんな目のさかりさんが違う、それは何かの間違いだからちょっと思わず笑ってしまいそうだじゃあそんなこと言うんだったら、じゃああの話をしちゃおう、うん、え、どれですか。今度私が忘れ去った記憶を忘れ去った記憶を今言っちゃおうかな。アイドル人生が終わっちゃうかあれはさ、記憶から抹消してもらった、うん、抹消もしたからね、うん、ダメですよ、はい、最近はね、どうですかトークのつなぎが下手くそな人が、最近、でもずっと稽古だからね、ちょっと寂しいです。でも終わっちゃうの。でもずっと毎日、うん、毎日みっちり会ってるからすごい、すごい、すごいね、すごいですよすごいですよね、うん、パッションすごいんですよ、現場のパッションが、うん、情熱があるから、ね、だから私たちも頑張りましょう本当に。体はバキバキ、体バキバキです。毎日エナジーをね、うん、決めて注入して、注入して頑張ってる。もう注入しすぎも良くないねって気づいて、うん、え、ね、うん、2人ですっごい効きそうな結構高いお高めのエナジーを買って、うん、え、そうそうそう、飲んだ日が昨日、昨日、昨日、うんうん、昨日です。2人でそのエナジーを決めたら、うん、なんか効きすぎちゃって、うん、二人ともね、おかしかったよね。おかしかった、無謀踊ってた。そう、なんか朝早かったんですけどもうありえないぐらい二人とも元気になっちゃって、うん、あの無謀な夢を覚めることがない STU の曲を無謀な夢踊ってて、あれはおかし、今考えたらおかしかったよね。おかしかったって、それまで、うん、行きしの電車の中で2人ともあくびしながら無言だったんですよ。え、そう、もう目も開いてなくて、ね、うん、2人でこんなんなりながら、今日もやばいねって言って、重いとかって痛いとか言ってたのに、うん、それ飲んだらもう無謀踊りだした、ね、稽古場ついて飲んだら無謀踊ってた、うん、気づいたら。だから聞きすぎもね、うん、よくない、よくない、危ない、うん、容量も持ってるの大事ですね。でも本番期間を飲まんと、え、そうよね、ちょっといけん気がする。え、だってさ、うん、1回通してもさ、かなりの熱量というか消耗じゃん。そう、それが2公演だから、うん、やっぱ決めてかんといけんかもしれない、うん、本当にまだ想像つかない、本番終えてる私が、うん、ぜひ楽しみに待っててもらえると嬉しいです。本番ね、結構2人のシーン多いですよ。いや、多いよ、めっちゃ多い。一番さやかりんさんとのシーンが多い、お互いに。イエス、イエス、イエスです。
明日温泉行ってくれますか。え、そう、明日がね、明日がもう唯一の、うん、休みオフなんですよ。そうなんです、もうここ久しぶりに休みですってで連絡が来ました。本当にそう、マネージャーさんから久しぶりの休みだろうってぐらい、うん、うん、嬉しい、ね、いっぱい寝ます。そう、睡眠目覚ましかけずに寝る。そう、もうね、睡眠を欲しているかも。うん、交代時でも温泉は、うん、もう一人でもう行くと決めてるから、じゃあ私が行くかもしれんし行かんかもしれん。え、そうそうそうです。だからもうサイカリンさんに委ねてます。分かった、明日だから連絡しますね。分かった、これは多分行かないやつですこれ多分結局私一人で行ってるやつです。多分これは温泉連絡してもらって、そう、多分、うーん、やめとこうかなまあ温泉いいよ、温泉いいよやっぱ癒しって大事。うん、うん、まあね、そう、いろんな効能ありそうですよね。疲れ取れるみたいなとか、いいと思う、うん、すごい、うん、疲れ取りに、そう、大事だってね、疲れてるよね体。そう、体疲れてる、ここで疲れを温泉取っとかないとやっぱ頑張れないですよ。劇場入って、そうだよ、劇場入るからね、もう、うん、皆さん見に来てください急に多分私から、うん、聞いたことない声を聞いた確かに、さやかりんさん、私も更新してますもん、うん、今までに見たことないさやかりんさんを、うん、あ、そういうこと、え、そうですか、あ、自分自身、うん、あ、自分自身も更新してるけど、さやかりんさんを見てて、さやかりんさんが更新してます。さやかりんさんじゃない、更新、オクターブは上がりませんえ、上がってる、うん、下が、いや、あ、下がってるかも、あ、下がってる、上がってるかも、上がってる、うん、上がってるかもしれない。頑張りましょうね。でも本当すごいの、あれもすごい、映像とかもすごい。すごい。うん、もうすごいよね。うん、詳しくはちょっと。本当にすごい。うん、言えないんですけど、すごいことはちょっと伝えたい。うん、結構すごいから。でも初めて。なんかセットとか映像を聞いた時はちょっとビビりました、うん、大丈夫かな私って、なんか、ね、うん、劇場入ってからもビビりそう、え、ビビりそう、それはそう、ビビりそう、絶対会場大きいかな、ね、うん、ビビっちゃいそうだ、ビビりあげちゃいそう、変身シーンね、変身シーンにやりにやりにやり、どうなるでしょうか。そう、舞台映像使われるの、舞台、そうですね、うん、演出すごい、うん、あんまり内容はまだ言えないけど、内容がないよ、内容がない、黙ろうかなでも一発芸今日してたよねえ、そうですよ、急に無茶振りされて、うん、サイカリンさんに一発芸求めた、
私がしたら、うん、なんて言ってたっけってされました。ナイスナイスボケでした。何してましたっけ。ねえ覚えてないの。ねえ覚えてないの。私があんなに頑張って本当に待って、何頑張って私ボケたのに。え何頑張って私ボケたのに。ボクトを使ってやったやつですか。サイカリンさんボクトを使って。ボクトを何したかってボケたのに。え鼻が伸びた。それなピノキオか。そう鼻が伸びちゃったって言ってちょっと僕とを使ってる。そうだそうだそうよ。うん僕とを使って、確かにどっちもどっちもボケボケではないんですよ。私たちツッコミでもないか。うん、うん、なんか緩やかに流れてます時が。2人で緩やかなる緩やかに時、うん、緩やかです流れ。そう緩やかに流れてる私たち。いっぱい大声出してるから、うん、喉がね。えそう喉やばいですね。やばいね途中やば、うん、でも今大丈夫やっぱ感情入った時の声だったら大声出してもやらないって咲子さん今日言ってたけど本当かも。うん、ああそういうことですか。感情が鳴ってたら大声出しても喉やらない、うん、あそうなんだ、うん、腹から出るのかな声が。じゃない意見確認とかの時の大声は、うん、ああ逆に、うん、逆にやっちゃう逆にやっちゃうと。確かでも腹から出てました。で腹から出てる声でしたよ。うんうんすごかったです。えここでさ叫んこの部屋本当に棒ええ、ええ私の部屋と違う。何がですか。今気づいたけど。え私の部屋だってコンクリートだもん。え壁がですか、うん、えそういえばなんか何かがずっと違うなって思ってたんだけど。そう私今こう私の部屋で配信して、うん、入ってきた時から、うん、違うってずっと言ってた。え何かがそうなんか部屋の構造も違うし、うん私の部屋のコンクリートでめっちゃもうねえコンクリートって感じでなんか部屋じゃない。落ち着きますか。落ち着いてない。落ち着かないですよね。絶対落ち着かないそれ。落ち着いてない落ち着いてない。なんか、うん、私の配信たこの前した時みたいなあの壁この前の配信見てくださった方わかると思うんですけど後ろがコンクリート。え、廊下の壁ですか。あそうそうそう。えマジ、うん、全部あれマジですか。えでも逆にだから叫んでるけど聞こえないのかもしれないですね。なんか吸収しそうだなと思って めちゃめちゃにもう叫び回ってる部屋で。確かに防音あるけどでも、うん、本当に聞こえたことないですよここの部屋で。本当にえ今日の計通しぐらい全然叫んでる。あじゃあ全然聞こえないです。1ミリも聞こえ逆に外の人の声がめっちゃ聞こえる。すごいはははみたいな。おかしいな。えいいじゃん。えこっちがいいな。えでもよくわかんない。いっぱい叫ぶ役だからあえてあの辺のコンクリート、うん、あえてもしかしてこっちだったらめっちゃ聞こえてたかもしれない。確かにね。わかんないけど知らなかったです。落ち着かないですね。でもそれってクレーボーとかの場所も違うね。クレーボー？ん？あ、冷房？うん、どこにありますか？え、それのさ、それクローゼット？はい。クローゼットないよ。
え？だってそのさ棚とかもないしさ私のとこ。扇風機じゃないわ。掃除機ありますか？掃除機はある。もう出てるってことですか？外に。出てる出てる。え？え？全然違うわ作りが。おかしい。おかしい。あれ？あれ？あずみさんなんか。私の方が。あれ？あれ？ちょっと特別？特別だ。特別だ。特別だ。なんか選んだでしょ部屋。私こっち。事前に事前に事前にちょっといい部屋にしといてください。カリンさんこのコンクリート部屋で私はこっち白い壁の方でカリンさんこのコンクリートに閉じ込めましょうちょっとこれなんか叫ぶかもしれないからそう、うん、そんなことしませんよ。そっかそんなことしません。まあいいや。なんだかんだもうあと1週間。確かに早いですね。早いな。早いよ。嬉しいです。ちょっとでも前回の舞台よりも、うん、あのホームシックになってないです。私私がいるからかな。違うかもしれない。嘘です。坂井さんがいるから。もういいよ。もういいです。前回ホームシックになってたの？うん、なんか、うん、ホテル、ま、今も一人だけどお部屋、うん、なんかあの時はすごい寂しくなりました一人で。うん、ホテルと泊まって一人で帰って行って帰っての往復がすごい寂しくなった。えでもなんかあれよね、うん、すごいなんだろう、もう いっぱいいっぱいなのもある気がする。あ、まあ、確かに、はい、そんな寂しくなるような暇もないぐらい、うん、寂しくなる暇がない。確かにそれはありますね。うまい。確かにマヒナさんちコンクリート。そっか。うん。そう人が少ないと寂しくなっちゃうんです。相棒って誰ですか？あれかも。前回の舞台が。ゆらちゃんとだったから。ああ、そういうことだ。なるほどね。そう。そっか。相棒。相棒だ。でも一人だったら、うん、絶対迷ってた。うん、そんな感じがします。そんな感じがします。絶対稽古場たどり着いてないし、うん、あの部屋に普通にホテルに戻るのも迷うし。うんうん、ってなってたと思う。だってたまにホームがいろいろあるじゃん出口が、うん、東京駅、うん、大きいから東京ってもうずっと稽古場出所だから、うん、だいたいもうそろそろここだよねってもう分かる。私も何も見ずにあっちとっと歩いていけるけど、さやかりんさんは別の出口の方出ていこう。そしてあ、こっちですよね。こっちです。だからこっちですって。で何もなかったかのように繋がってたんだけど。あっ。たまにさ、行きかけてさ、あっってなって、あっ、うん、みたいな。わかる。何事もなかったです。うん、もうなんかだいぶ分かってきました。最後に行きかけてる段階から、あっ、もう多分これ、あっちの出口向かってそうだなと思って、うん、ちょっとこう見たら、だいたい、あ何もなかったかのように戻ってきます、うん、こっちかこっちかこっちかだからそうです。ありがとう。二人で頑張ってます。ありがとう。お姉ちゃんお姉ちゃんのためにお姉ちゃん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 と二人三脚うわおお。私は私なんだろうな。えい、ー、だ。えい、ー。
ってるもん。コンビ技もあるんですよ。コンビ技今回そうコンビ技があるのでちょっと楽しみにしといてください。コンビ技2人でコンビ技決める。でも今日はちょっと、うん、たまにでもまだちょっと未完成のコンビ技むずくないですか。あ私あそこの立てっていうかアクションが一番苦手です。あそこ私は、うん、どこですか。あそこカラオケカラオケか私今日もなんか今日戸惑いの前さやかりんさんだった、うん、そこだけもう出さないよ。あの瞬間はもうさやかりんさんでした。うんやだあそこ歌った方がいいと思うんです私。うん、うん、歌わないから逆にむずい気がする。アドリブっていうか動きは決まってなくて自由にね動かなきゃいけないんですよね。あそこカラオケのシーンがあって難しい、うん、ちょっと素の自分と違いすぎてないんですよ。キャラクターがレパートリーが動く、うん、もう何で今もう34分です、うん、なってます。くっついてきたお芋。でもリオさん、うん、統合役のリオさんがうまい、うん、だからよく教えてもらってます。ここのここリオさんならどうやって言いますかって。うん、まあ、そこは確かに。持ったらよくないですか小道具持って、うん、もう持っちゃうと確かに持った方がやりやすそうって思います。研究します。うん、持って振ってるだけでなんか雰囲気出そう。うん、じゃあそろそろ終わりますか。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 じゃーん。ぜひゆうゆうの舞台見に来てください。待ちしてます。待ちしてます。本当に結構すごいので私たちも頑張ります。頑張ります。ゆっくり休むよ。本当に死ぬ気持ちを持って頑張ります今日死ぬ気持ち持って挑んでやってた、うん、私も死ぬ気持ちでやろう。うん、死ぬ気持ちでやろう。死ぬ気持ちでやります。そんぐらいの気持ち持って戦います。バーテックスとなのでぜひ見届けてください。見届けてください。姉妹の私たちも見届けてください。そうだよマジで姉妹なのでね。姉妹なので結構ちょっとね熱い舞台になりそうって。熱い舞台になる。いや結構熱いと思う、うん、胸熱胸熱って感じ。目頭も熱くなっちゃうかも。かもかもです。ハンカチハンカチハンカチいっぱい持ってきとった方がいいかもね。ハンカチ持ってきとって後悔しないかも。では壇上読みます。壇上読みます。壇上読みます。13位もちさん。13位しんたんたんさん。12位みやっちさん。12位くりぼうさん。11位ひるやすみさん。11位いこるさん。10位いもやいもきちさん。10位ひろのりさん。9位たくあんさん。9位ひゅうがひょんさん。8位ならにしさん。8位みーくん。
7位カギ37さん、7位コウさん、6位リンくん、6位ヤマイさん、5位ヤチリーさん、5位カズサさん、4位クマネパパさん。今何位だっけ。え、今4位です。4位ちくわドーナツ。3位コウスケさん、3位ショウイチさん、2位セイヤン、2位室岡の天パのタケさん、1位は黒髪ロングハさん、1位はトラさんです。お、一緒だ。一緒だ。一緒です。本当だ。フートラ、フーだ、フー先輩だ、フートラ、フー先輩だ。ありがとうございました。ありがとうございました。うん、ありがとう、ありがとう。お邪魔しました。お邪魔しました。ありがとうございました。お邪魔しました。初二人配信、本当。明日はお休み。満喫し、いっぱい寝よう。いっぱい寝ます。温泉、温泉もね、温泉、うん、温泉行けるかな。温泉も、温泉盛りと入れるかな。温泉もまあ楽しい感じです。はい、バイバイ。おやすみ。ありがとう。バイバイ。